はーい、皆様どうも、マフロです。それではキングスレイド、やっていきましょう。はい、ギルドの方ね、少しメンバーの方が増えてきました。ありがとうございます。はい、ギルドね、活動しないとね、とりあえず、お、稲城さん全焼基地行ってみましょうか。会えて嬉しいです。これ一日なんか理解できる。ジュランです。入場してみましょう。こいつあれですよね、スカルやつですよね。あれからちょっとまた放置で強くしましたんで、レベル70代になりました。前線できてる。多分報酬は変わんないんだね。油断したら速攻やられちまったな。よし、もう一戦できるから。どこ、でもこいつ物理だから多分あっちのクラウスさんの方がいいんだろうけどね。でも今こっちの方を育ててるから向こうにまで回す余裕がないからね。どう見ても物理なんだな。バラバラにしてやる。オラ、俺の出番だ。
装備を揃えなくてはならない。そしてチーズを飛ばしてやる。降り注ぐ浄化します。流星よ、全力で演技してやる。俺も飛ばしてやる。光を受け浄化します。祝福をバラバラにしてやる。流れ飛ばしてやる。そしてチーズ流星よ、光を受け浄化します。バレーバラバラにしてやる。あふれ流れよ、降り注ぐ光の流星よ。俺の出番だ。天の光を受けろ。全力を相手してやる。ぶっ飛ばしてやる。流れ光を受け、ちょっときつい。あー、やられてる。怪物が多いってだいぶ強いですよ。天の光を受けろ。浄化します。あー落ちた。降り注ぐ流れ、その流星を受けろ。飛ばしてやる。浄化します。やっぱり盾が崩れると一気に守備不足逃げるですよね。もっと強くなろう。いや体力あるなこいつな。入っていただいたエッパーさん頑張ってるな。よし、じゃあ次は装備を頑張ってみましょう。ドラゴンね、一応ねソロでね、ヒットポイントが上がるフロストドラゴン装備を二手にで、ブラックドラゴンはその他の人たち MP 回復で、一応61まで上げましたけど、60ソロをね安定して回れるぐらいになりたいんですよね。水の浄化、崩壊ルームやったら人が来ちゃう。水の浄化で私が光の道へと導いてあげるわ。ソロで行ってみます。多分まだ勝てないんだよな。装備レベルを上げてとりあえず装備を揃えないと。67ぐらいだったんですけど、そこからまあレベル23上がってますけども、安定して勝てるようになってるのかな。今のところ安定してるけど、まだ変身時だもん。最終フェイスとか恐ろしいから浄化します。こいつは3フェイズまであったはず。女神よ、祝福、俺の出番だ。天の光を受けろ。流れ、包む、そして治癒せよ。降り注ぐ光
光の流星よ。道を切り開き、流れよ、天の光を受けろ。俺の出番だ。女神、バラバラにしてやる。天の光を受けろ。どけ。光の流星よ。天の光を受けろ。だいたいバラバラにしちゃう。天の光を受けろ。俺の出番だ。祝福をぶっ飛ばしてやれ。道を切り開け。喋って余裕がないか。降り注ぐ光の流星よ。ぶっ飛ばしてやる。どけ。天の光を受けろ。俺の出番だ。浄化します。光、道を切り開け。天の光を受けろ。バラバラにしてやる。勝利。降り注ぐ光の流星よ。俺の出番だ。全力で相手してやる。天の光を受けろ。浄化します。もういけそう。これが安定してくれればね。あなたたち遠慮せずに進みなさい。氷の盾、まあ、全部もらえるからやるよ。まあいいか。次黒ドラ行ってみましょうか。はい、任せておきな。あ、俺レベル変えてなんか61になってるな。60でやりたかった。アウチ、やばいか。
ないから、ガウさん確か40装備なんだよな。レジェンドなんかでもらった資金だから耐えきれなかった。やばい、盾もやられる。はい、うわ落ちた。やばい、あとショットやん。ああ落ちた。あギリギリドラゴンを倒したけど、どう、チビたちがいる、これどうす、どう、オッケー、超ギリギリやん。あなたたち遠慮せずに進みなさい。遠慮するよ。まあこんな感じで装備をね、どんどん充実させていけたらと思っております。あとはなんかレベル上げるのと、この装備をとりあえず60装備を揃えてみたいな感じになるかな。ですね。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。